吐きそう。何？胃がムカムカする？なんつうかこう妙に下っ腹が重くて。おめえまさかまた計量パスした後無茶食いしたんじゃねえだろうな。そんなしてないっすよ。そういえば計量の後一人でフラッと出てきましたよ。ただの散歩っすよ。本当か？買い食いしたんじゃねえか。してないっすよ。主よ、私はこれから先生涯あなたに仕えることを誓います。主よ、願わくば私に力を、迷える子羊を救うために生きていけるだけの力を私に。胃袋が空っぽだとどうしてこうめまいがするのでしょうか。こんな豊かな世の中で働き盛りのあなたのような若者がお腹を空かせて道に行き倒れるなんて、信じがたいことがこの世の中には起きるものです。どうぞ慌てずにゆっくり召し上がれ。主よ、感謝します。私は早速行き倒れの子羊を救うことができました。やだ、シスターアンジェラ、こいつに食べさせたの？は？シスターはまだこの教会に来て間がないから知らないでしょうけど。いけないんですよ、この子に食べ物を与えては。どういう意味ですか、それは。やる。いや、何もあんたのせいじゃありません。みんなあのバカ一人が悪いんですよ。なあ、なあ石田、そうだよな。え？いえ、私が悪いんです。
大事な試合の前だというのに、私がお食事を差し上げてしまったのですから。知らなかったこととはいえ、減量という苦しい壁を乗り越えて、やっと試合にという方に、私は何ということを。ご心配なく、あんたのせいじゃありやせん、断じて。やつはね、常習犯なんですよ。すげえ立ちの悪い、許されだろうね。あんなやつは地獄へ落ちりゃいいんだ。あんたが食わせなくったって自分で買い食いしまったに違いねえんで。しかしまあ、やつはあれでも金の卵だった。天性の素質ってのかな。私は高校生だったあいつに惚れ込みやしてね、学校中退させてうちに引っ張ってきたんですよ。そう、私は多分人生最初で最後の夢をあいつにかけたってところでさ。あの頃あいつは妙な月持ってましてね、17歳で難関の B 級プロテストに一発で合格したかと思うと、フライ級の6回戦でデビュー、ラッキーパンチでワンラウンド KO 勝ち。そりゃ華々しいもんでした。うちのジムから初めて出したプロでしてね、私はすっかり舞い上がっちまった。それが次の試合で減量に失敗、昨日の試合みたいにリングでゲロ吐いて KO 負け、その後ジュニアバンタム、バンタムジュニアフェザーと転校するたびに同じことの繰り返し、一度だってまともな試合をしたことがねえんですよ、シスターアンジェラ。一度も、一度も。こんにちは。こんにちは。来てたんすか。参ったな。昨日の試合見ました。いやどうも調子が今一つで、今度の試合こそ頑張っちゃおうなんて反省しきりでして。今度の試合だと、バーチャルお前、まだ試合に出られるなんて思ってんのか。試合中にゲロ吐いちまうなんてプロじゃねえ。そんなボクサー誰が相手にしてくれるってんだよ。お前とカードを組もうなんて選手はもうどこ探してもいやしに、分かんねえのか光沢。お前はもう二度とリングに登れねえんだ。現にな、向こう一年お前の試合にと交渉していた相手方から昨日のうちに全部断りの電話が来た。当然ですよね。え？俺、無様な試合して会長に大恥かかせちゃって。だけどもしもう一度チャンスが巡ってきたら俺。何事も努力から始まるのです。あなたが諦めなければ主は慈悲の心を持って救いの手を差し伸べてくださるでしょう。主の恵みがありますように。シスター。努力ですよ、耕作さん。私も毎日お祈りさせていただきます。では、ごきげんよう。Thank you.
すいません、どうもすいません。大丈夫ですか？怪我ありませんか？なんせ僕ランク入りはしてないけどプロボクサーだから。あの一応医者に。あのちょっと大丈夫ですか？バッチリ芯を食ってたな。タイソン。で、先輩、もう一度チャンスが巡ってきたらどうするんですって？ベストを尽くすのよ。決まってんじゃないの。もう会長を泣かせたりはしない。減量だって、日頃から計画を立ててバッチリやれば試合直前にオタオタしてコンディションを崩すようなことにはならない。どうした？もう食べないの？まだ残ってるよ。ええ、減量中ですから。偉い。何事も努力です。あなたが諦めなければ主は救いの手を差し伸べてくださるでしょう。どなたの言葉で？教えない。会長、飯屋をしらみつぶしに探してみりゃやっぱりこのざまだ。小作、試合だ。お前の次の試合が決まった。申し込みがあったんだよ。もう一度お前はリングに立てるんだ。食うなよ。なあ、おい山草、一応はお前の希望通り向こうさんには申し込んだがね、頭が工作だぞ。ついこの間リングでゲロ吐いた。いいのか、仮にも元オリンピックメダリストのお前の大事なプロ転向第一戦だぞ。ったく、何が悲しゅうてあんな奴選んだんだよ。別に、ただあのまま干されるには惜しい奴だと思いましてね。惜しいかな？惜しいですよ。奴とは以前から知り合いとか？いえ、そんなんじゃないっすよ、全然。ところでな、マクサ、そのアザ、お前のその目の周りのアザ、一体どうしたんだ？転んだんです。そう言ったでしょ。やだな、会長。何度も言わせないでくださいよ。ふん、俺をぶっ飛ばした男をただ引退させてたまるかよ。リングに引きずり上げて地獄の底に叩き落としてやるんだ。うわっ。それじゃあお遊戯だって言ってんだよ。お前ベストを尽くすんじゃなかったのか？尽くしてますよ、ベスト。ただなんだよ。あれじゃねえ、お前に聞いてんだ。いいか、工作、この際はっきり言っとく。もし今度の試合で無様な真似をしたら、本当に全くお前の選手生命はおしめえだぞ。わかってるっすよ。どうだ、苦しいか？苦しいっす。ボテボテ無駄肉つけてからだよ。本来ならお前の体ジュニアバンタムまで絞り込めんだぞ。ミドルでやりたい。なんでと？ファイトー。小作、今神の声が。なんだと？あの橋の上から。バーカ、走ってて寝ぼけじゃねえよ。主よ、お腹減ってます。会長、これちょっと見てくれますか？リミットには遠いですが、徐々にウェイトが下がってきました。よしよし、やつも今度こそやる気だ。ガーッ、危ない。先輩、危ないっすよ。もっとお手柔らかに。おい田淵、後でな、話がある。よう、工作、お調子だ。
田淵くん、ここここ500円すか。頼むよ。食事制限だけならまだしも、小遣い銭までストップ。その上朝から晩までトレーニングスケジュールがびっしりだろ。洗濯する暇がねえんだ。だから下着をさ買おうと思ってさ。500円、来月返すから。ノーです。なんでよ。なんか買い食いする気でしょ。お前な、俺は今度の試合に全てをかけてんだよ。そんな俺がこそこそ買い食いなんかすると思うのか。思います。先輩にはたくさんの前科がありますから。パンツなら僕のお貸します。お前のサイズが俺に合うかよ。分かった分かった、もういいよ。その代わり明日からのスパーリングもろ本気だ。先輩まったく見損なわない。本当に下着を買おうと思ってんだぞ。何が前科もんだ。だいたいな、500円ポッキリで何が食えるってんだ。ハンバーグ定食だって今日は650円が得はするんだ。焼き鳥は1本100円、たった5本だ。待てよ、5本は食えるな。また明日ね、バイバイ。よっしょ。ああダメだろ、アキラくん、ちゃんと綺麗にしなけりゃ。さあシスター、一服いっか。いちご大福買ってあるのよ。はい。まあ畑中さん、あなたが懺悔を。はい、どうしても誰かに話してしまわないと苦しいことが。わかりました。神の慈しみを信頼してあなたの罪を告白してください。何でしょう。元気？懺悔をなさい。はい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 。焼きちょっと食べ。聞こえません、もっとはっきり。焼き鳥5本食べました。私は父と子と聖霊の御名においてあなたの罪を許します。アーメン。耕作さん。はい。私は元気です。俺も元気です。頑張ってたりしてます。あ、よかったら今度の日曜映画なんか切符俺なんとか。うわあ。先輩、何をしてんですか。そうだ、耕作、いいぞ。やれて言うんだ、お前もよ。筋金入りのイエスの弱ささえカバーしてや、もともとお前はパッチ力があるんだ。先輩、もろ本気はないって言ったのに。あのさ、田淵くん、駐車場で待ってるね。またしか。大将、もうお休みですか。いや、分かったろ。行きたい。実はちょっとご覧に入れたいものがありまして。が練習態度は真面目だし、やることはやってると思ってたんです。ところが奴の体重は減るどころかどんどんと増える一方で。バカな。事実です。
例によって奴の買い食い癖が出ているんです。そんなことはありえない。今度という今度は買い食いができないように俺は奴に10円だって渡しちゃいねえんだよ。その件なんですがね。おい入ってこい。こんばんは。どうもね、最近こいつジムでオロオロと様子がおかしいもんでちょっと問い詰めてみたんですよ。おい洗いざらい会長に申し上げるんだ。はい。なんだよ、ほとんど毎日じゃねえか。はい、最初は500円だったんですが1000円、1500円とファイトマネーが入ったらまとめて返すって言われまして。会長、石田さん。調子はどうだい？いいっすよ、結構。工作。はい。練習中悪いがな、ちょいと俺の目の前であれに乗ってみてくれ。え？さあ、早くしろ。いろいろとな、俺は忙しいんだよ。あれ？増えちゃってるのかな。もういい。会長どこ行くんすか。おめえのいねえとこだよ。え、会長さんでは。バカ野郎、バカ野郎。どうなさったんですか。シスター、畑中さん、懺悔することはありませんか。え、会長さん泣いておられました。ああ、焼き鳥5本以外にあなたは懺悔することがあるはずですね。そうですか。あなたはご自身の都合で懺悔をしたりしなかったりするのですか。いえ、そのこの間のあなたは一体どういうつもりで許しを求めにいらしたんですか。会いたくて。は？シスターに会いたくて。好きだから。だって好きだから。今はそんな話をしてると。元オリンピック金メダリストとしてのプロ転向第一声の抱負聞かせてや。いや、そうですね、メダリストとして恥ずかしくない試合をできればと思ってるくらいですよ。相手の畑中選手についてはどう思いますか。いや、どうって詳しいことは何も。ああ、その畑中についてヤバい情報が入ってるんだ。どうも減量がうまくいっていないらしい。ひょっとして試合が流れちゃうかもなんてね。ところでさ、その左目のあざだけどなかなか消えないね。ええ、意外としつこくて。そうだな、工作もまだ19歳。いくらでも人生出直せるか。
はい。俺だ、開けろ。会長。はいはい、ただいま。なんすか、会長。ちょっと来な。引退？俺が？おい、そこ焼けてんぞ。あ、はい。あ、おいおい、うめえ。なあ、引退すりゃ毎日そうやって好きなだけうめえもんが食えるんだ。俺、今だってそうしてますけど。だから！だからおめえにはプロを名乗る資格がねえってんだよ。かな。今だって平気でガツガツしやがって。おめえ本当にやる気あんのか。あら、ボクサー君じゃない。ねえねえ、アンジェラ、シスター。ダメよ、潰れてんだから。はい、誰がですか。いえ、あなたがね。誰が。珍しく焼肉食べたいなんて言うから連れてきたのに。本当は飲みたかったみたいね。何かあったのかしら。さあ、いらっしゃいませ。あの、ほら、なんたらオリンピックのゴールドメダリストの天草がよ、プロに転向すんだろ。デビュー戦の相手が畑中耕作だってよ。畑中耕作？聞いたことねえな。毎回ほら、減量失敗で自滅の。あのだらしねえ野郎か。天草側としちゃ、ワンラウンド KO で派手にデビューを飾りたいわけだ。その点根性なしの畑中が相手なら、構わせいいのに最適ってわけだ。会長、ダメっすよ、暴力は。悔しくねえのかてめえは。俺なんとも思ってませんから。思えよ少しは。ともかく暴力は。ご安心ください、畑中さんはお勝ちになります。おそらく今も苦しい食欲との戦いに耐え忍んでおられることでしょう。さあ、畑中さんのために祈りましょう。あんな姉ちゃんよ、祈りましょう。シスター、いけません、いけません、暴力は。あなたなぜここにいるの。いや、あの、また食べましたね、この根性の。残すとこあと1週間ですね、うん、ほら、例の焼肉屋の一件、あれからあいつ妙にマジになりましてね、うん、ちゃんと減量はやってるし、トレーニングもメニュー通りきっちりこなしてます、うん、そうは言ってもな、やつの意志の弱さは筋金入りだからな。でもこのまま続けばなんとかいけますよ。耐えられるかな。あと1週間、こっからが本番だからな。しかしここまで来たら、やつをもう一度信じるしかない。大手シャトル。石田、待ったなし。そうだ、待ったなし。今夜から奴をジムに缶詰だ。徹底的に絞り込むんだ。そう来なくちゃ。ランキング入りはしてませんけど、一応僕プロボクサーだから、一応医者に。は？あんたこの間の人じゃない？ねえ、ちょっと。ただいま。お、小作、いいとこ帰ってきた。は？午後の練習が始まる前にアパート帰って荷物取ってこい。え？缶詰だ、特訓だ。俺はもうお前から1秒たりとも目を離さねえ。あの野郎、た
ただノックアウトさせるだけじゃ済まさねえ。たっぷりヘド吐かしてやる。おらおら、もっと腰入れて。いいか、あと4ポンド5日で落とすんだ。絞れ、汗を絞り出せ。さあ、これがこれからのお前の1日分ギリギリのカロリー摂取量だ。ゆっくりと心してやれ。いただきます。羊が1235匹、羊が1236匹、羊が…ああ、ダメだ。腹が減って眠れない。羊が1237匹、羊が1238匹、羊が1239匹、羊が1200。どうもな、最近変な夢見る。羊の夢だ。ねえねえ、これリングサイドの席よ。いよいよ明日ね。あのボクサー君、あれからどうしてるかな。そうね、顔見せないわね。ああ、噂をすれば。目も振らず行っちゃった。でもちょっと釣れないわね。恋人に声もかけずに通り過ぎてくなんて。恋人なんかじゃありません。私は神に仕える身です。まだ見習いのね。それはまあそうですけど。でもシスター、お付き合いしてるんでしょ。そんなんじゃありません。あ、また来た。こんにちはシスター。あの俺。ほら、何油売ってんだ。とっとと走れ。じゃあね。さあ、もうちょっと目離すとすぐこれでいい。じゃあね、だってやっぱできてんだ。できてません。腹は減るし、喉は渇くし。あ、飲むな。明日の計量まで我慢しろ。水をガブ飲みしたらあっという間に体重が戻っちまうぞ。いいかみんな、よく見ておけ。ボクサーが普段から節制をしていないと試合の前の日にはこうなる。うん、でもまあ今回の畑中よう頑張った。偉い。おい、誰か会長の部屋連れてって寝かせてやれ。はい、はい。こんばんは。はよ。ああ、これやだもう。ああ、誰か上行って小作起こしてこい。ああ、ささ、どうぞどうぞ。今お茶入れますね。あの、私別に用事があって来たわけじゃありませんし、お休みならわざわざ。いえいえ、ちょうどね練習始める時間なんですよ。ご心配なく。会長いません。あいつ外出しました。うわあ。しまった。すぐ手配します。みんな練習中止。近所の飯屋という飯屋を全部調べろ。見つけたら口の中に指入れてすぐ吐かせろ。何も消化させるな。はあ、やめろ石田。もういい。追うな。追わなくていい。今食ったら何もかもがおしめえだってこと、やつが一番知ってるんだ。それでも、もし食うんだったらそれでいい。ここまでやってそうなら俺も諦めがつくってもんだ。私、畑中さんを信じます。皆さんも信じてください。信じてます。おやすみなさい。係長だってんだよな。お兄ちゃん、何本ちゃんと初ならもう焼けてるよ。主よ、どうか迷える子羊を悪魔の誘惑より守らせたまえ。畑中さん、今夜だけの辛抱です。なんだよ、買わねえのかよ。
焼き鳥が1275本、焼き鳥が1276本、焼き鳥が1275本。社長、社長、若い子いるよ、ね、おっきり遊んでくれ。焼き、へい、いらっしゃ。二度と過ちを繰り返さないと。主も皆さんもまだあなたを見捨ててはいません。シスターは主の御心のままに。シスターありがとうございます。どうかタオルを投げずに最後までこの子羊を見守りたまえ。畑中選手126ポンド計量パスです。やったー、やったぜ小作一発なんて全く奇跡だ。本当っすね。おめでとう計量合格。よろしくな天草二郎な。こちらこそよろしく。じゃあ今夜リングでな。あ、どっかで俺と会ったことない？ねえよ。その目のあざどうしたんすか？おめえに関係ねえだろ。まよ主よ、このささやかな食事を若者の血となし肉となして試練に打ち勝つ力を与えたまえ。アーメン。どうした工作、もう食っていいんだぞ。計量は終わったんだ。どうなさったの畑中さん。会長さんのお許しが出たんですよ。食っても試合スタミナ。なに、うんむにゅ。明快に手間だけでいい。足りない。そうかそうか。よし、これ食え。ジャンボハンバーガートリプル重ねだ。会長さん、まずいんじゃありません？ああいうお食事、しかも試合前に。どう素人目に見たって。よくしたもんで、神は許しても胃袋が許さねえんですよ。減量の後っていうのはね、どんなに食ったって立ちどころに入っちまうんですよ。会長、おかわりいいっすか？ああ、石田、トイレ連れて行って全部吐かせろ。はい。全然ダメかい。かけらもどうなってんだろうな、あいつの胃袋。得意体質ってやつですね。あいつ吐かせるにはもはや強烈なボディーブローを食らわすしか。やばい。いけい降参だ。しっかりね、ボクサー君、頑張って。一度ならず二度までも俺をぶっ飛ばしてくれたかり。利息つけて
土産つけて十倍にもして返してやるぜ。よし、降参軍戦い開始だ。くそ、乗りやがって。いけ、決めちまえ工作。うっ、だけどうしたんだよ天草、おめえらしくねえ。あんな奴に手こずれやがって。会長、あの畑中の戦績は。ああ、確か二勝五敗だ。勝っても負けても慶応絡みのな。わかんねえな、強えよ。二勝程度でうろうろしてるような球じゃねえ。ヤコさんたち面食らってるぜ。舐めてかかってたんでしょうね。先輩ってさ、強いことは強いんだよね。そう、あの異常な食い地さえ治ればね。とにかくな、今の調子で押しまくり、価値があるかもしれねえ。どうしたい？大丈夫っすよ。このラウンドはちょっと様子を見るか。よっ、あ、こいつ足に来てるぞ。なんだ、もうスタミナ切れかよ。となれば早めにスパート。予定通り、このリングにでっかいヘドの花咲かせてやるぜ。やばい！畑中さん！工作、吐くなよ！我慢しろ！我慢だ！危険するか。どうする、工作、やめるか。このまんまボクシングやめるか。タオルを、タオルを投げてください。向こうだ会長。シスター、主はお許しになります。誰もあなたを責めはしません。だからもう。聖書シスター誓ってもらおうかな。断じてタオルを投げないって。工作、嬉しいぜ畑中。お前が勝負を投げねえんなら、こっちも礼儀を尽くして手加減なしだ。思う存分発
残ってないっすよ。そっか。ねえシスター。はい。やっぱ神様のおかげかな。多分違います。